And we will move on to the next location. Misetan Department Store. Who are we looking for here again?Oh my, oh, ah, the comedian. I thought this was the place where we found Shoko Nadami's body at first. Scared me.私には小学生のせがれがおりまして、名前はショーマッチュンですが、ある朝目覚めて洗面所に行くと、私のおでこのところに落書きが。ショーマのやつが書いたんですわ。覚えたてのローマ字で、お、はーって。なんや、かわいいやっちゃな、思って、私はそのままにしとったんですが、そしたらショーマのやつワテの顔を見てゲラゲラと笑いよるんです。ワテはなんでやろう思っていろいろ考えて、でようやく気づいたんですわ。そのオーハーって文字鏡越しに見とったってことに。元気の神様インティインティパチャカマックス。 Okay, I have no idea what's happening either. What?Oh my god. そのショーマの話をもう一つ。ある時学校から呼び出しがありまして、ちょっと太めの教頭先生からこんな風に言われたんです。ショーマ君はあろうことかこの私のことを豚と言ったんです。わては頭を下げて謝ってからその場におったショーマを怒鳴りつけました。ええかショーマ、二度と教頭先生のことそんな風に言うたらあかんで。するとショーマは、分かったよ、二度と教頭先生のこと豚なんて呼ばない。でもその代わり豚のことは教頭先生って呼んでもいいよね。で最後に一言こんな風に言うてショーマは去っていきました。ごめんなさい、それでは失礼します。教頭先生、元気の神様インティインティパチャカマックス。Oh my god. First of all, where is this? There's nobody. No audience. 終わりました。終わったも何も。客なんてアンさんしかおらへんやないですか。警視庁の入気班でしたね。昨夜のことで話を聞きに。ええ、ほな場所を変えましょうか。もっと落ち着ける場所の方がええでしょろ。 On that little sign in the back, you saw the word show in EnglishShow in English sounds like the Japanese word for laughing, so it was like a pun. って観覧車かよ。まあ、ええやないですか。密室におっさんと二人きり、全く落ち着けないわね。Yoneharu Enda, aka Enda's Komeji, is sitting right in front of me.Can I see your son, by the way? I'm just so curious about the shape of your head right now, and no one's really addressing it at all. It's the door of the gondola. Whoa, this is advanced, man. This is moving while we're talking here. Miro, gomi ga hito no yo da. 逆だけどね。いや、逆も正しくないけど。I can see the cityscape out the window. Okay.Why a Ferris wheel? わて、観覧車が好きなんです。ちゅうか、ぐる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 と回り続けるもんが。飛行機のプロペラとか、ドラム式の洗濯機とか、ラブホテルのベッドとか。Excuse me? 昔はあったのよ。ラブホテルに回転するベッドが。なんで知ってんだよ、そんなこと。まるで、人生みたいでしたろ。上がったり下がったり、同じところを何度も何度も回り続けて。ラブホテルのベッドは登らないけどね。別の意味で登ることはあっても。 Oh my god。 わてのせがれも同じなんです。
せがれって翔馬くんのことですか？さっきステージで言ってた。ええ、あいつもこの観覧車がごっつ好きでして、もうちょっとで中学生やっちゅうのに、よく一人で乗りに来るんですわ。一丁前に大人みたいな口聞いてても、心はガキのままなんでしょうな。そういうあなたも観覧車が好きなんじゃ。確かに、わての心もガキのままなんやと思います。 About Shoma、 今まさに反抗期真っ盛りっちゅう感じで、ほんま手を焼いとるんです。3年前からは神さんもおらへんようになってもうて。離婚したということですか？ええ、わてに愛想をつかして出て行ってもうたんですわ。もしかして暴力団と関係が？あ、なんでいきなりそんなこと？ちょっと噂を聞きまして、コメジさんと暴力団につながりがあると。わてはただのしがない芸人です。こんなもんあるわけないやないですか。He's sweating。 仮にあったとしても素直に認めるわけがないけどね。Your clothes。 ああ、これですか。一丁らのステージ衣装です。ポイントはこの生かした帽帯。去年せがれが買うてくれたんです。うん、帽帯っていうのは蝶ネクタイのことよ。でもそのネクタイ、昨夜はしてませんでしたよね。え、ああ、oh. そうでしたっけ。その時の気分で、つけたり外したりしてるもんで。ここのステージにはよく。 That might have been something to pay attention to. Why would they bring it up? ええ、この百貨店、店探の店長さんがわてのことを気に入ってくれてまして、ちょくちょく出させてもうてるんです。 Why did you host the quiz show? わてが今お笑い芸人をしとるのは知ってまっしゃろ。せやけど20代の半ばくらいまでは普通に会社員として働いとったんです。その傍ら、いくつものクイズ番組に出演して、何度も優勝を果たして。コメジは学生の頃からクイズ王として有名だったのよ。その界隈ではクイズの神様と呼ばれて崇拝されたりもしてて。 It's kind of like those university students, those quiz shows in America, I guess。今思えばあの頃が人生のピークやったような気がします。どこに行ってもちやほやされて、いろんなもんをおごってもろたりもして、その時に甘い蜜を吸ってもうたんが良くなかったんでしょうな。きらびやかな芸能の世界に憧れて、もともとお笑いも好きだったもんですから、芸人の道へ。その後はまあさっきのステージの通りです。なんでお客さんいなかったのかしら。あんなに面白かったのに。No comment。 Why did you host the quiz show? ああ、そういやまだ言うてませんでしたね。あの番組のプロデューサーはん、わてが昔クイズをやったことを知っとったみたいで、ほんならいろんなエピソードトークも聞けるやろうっちゅうこって、わてのところに司会の依頼が。ああ、せや、あん時はポリコーチームなんて呼んでもうて、ほんますんませんでしたな。台本にそう書いてあったさかい、仕方なく。 By the way, Iris and Mizuki were called Team Lemnisgate, and Moma and Jinpei were called Team Yakuza. They just say it out loud. Yeah, that live stream wasn't like a nice TV show, so it might have given the impression that he was really famous and popular, but it doesn't seem like that's the case at all. He was just the host for some crappy little live stream. About last night's incident. すまへん。わてには何が何だかさっぱり。わてはただ現場に呼ばれて司会をして、そしたらあの死体が突然現れて。被害者の震えのことは面識はありません。極度のナルシストで
自尊心が強く方々から嫌われとったっちゅうのは知っとりますが、動機は多分怨恨ってやつちゃいますか。誰かの恨みを買ってあんなことに。 Everyone hates Elon Musk. Smells like alcohol. まあ匂いますか。ちょっとだいぶでしょ。米酢の血中アルコール濃度は 0.12%、 酩酊初期と同レベルよ。昨夜はあんなことがあったもんですから、ついつい深酒を。何もかも全て忘れたくて飲まずにはおられんかったんですよ。 An adult couldn't get over it, but yet Iris and Mizuki were like, ah, whatever, it's... we've seen worse. That's kind of morbid in a way. But we know they actually did see worse. Ryuki-han, お役に立てなくて、ほんますまへんでしたな。捜査の方、頑張ってくださいね。応援しとりますさかい。ほな、失礼します。Well, we didn't get any information, pretty much. I guess that's to be expected. Arcade. There are all sorts of games here, like arcade games and games of chance. There's a vending machines, airplane ride, the gate, some very well animated people in the back.Move away! You're blocking the stuff! Street light. What was green here earlier? Flower bed. Flowers are in bloom. A small train running along the railroad tracks. These are pretty hard to get with the controller because it needs to be pretty precise.It's a nice Ferris wheel here. There's a Ferris wheel on top of a department store. This is supposed to be a department store, remember? Does anybody remember? Stage used for events. Seats for the audience. Komeji likes things that spin around. Okay. Well, this seems to be pretty much it for here. Alright. Fine. Now what? We learned basically nothing. Little things here and there, like how he didn't have a bow tie last night. But we're not gonna know. Are we riding in a limo? Oh my god. We're not gonna know how these things really fall together until later on. これまでの情報を一旦整理してみようと思ってね。だったらこのリムジンの中ですればいいじゃない。ああ、そっか、それもそうだね。うん。 There's a woman sitting on the seat. A woman? Scream like a little girl. キャー！ちゃかし！大声を上げるんじゃない！だって突然出てきたからつい。ヒサロマシンに焼かれて死んだポリス SM 変態ジョッキーの霊でも現れたんじゃないかと。半年前から何度も何度もこの姿を見せてるはずだけど、未だになれないんだよ。ぼんやりと体が透けてるし、左の視界にしか映らないから。でどうして出てきたの？この方が話しやすいんじゃないかと思ってね。Well, that's true. That's true. Nothing else we can look at around here. Is this a company car? Damn, we're moving up in the world. About the reason Jin's right half suddenly appeared. Or, what do you think of this car? 一言で言うと、悪趣味。いつ見ても吐き気がするわ。Really? そんなこと言ってると放り出すぞ。そしたらあなたもおだぶつね。この車を運転してるの私なんだから、思い切って買い替えたら？それはできないよ、両親の形見みたいなもんだし。 Right now I'm using the car camera to steer the car remotely. I of course control the gas and brakes. I send signals electronically. It's technically a self-driving car. ゆうきの両親
亡くなっちゃったんだっけ。うん、僕が小さい頃、飛行機事故で。 An airplane ride goes round and round。 それからはずっと弟と二人で生きてきたんだ。だけどその弟も6年前に。 6 years ago。 So 12 years ago from present day。 How? We don't know。About the reason Jin's right half suddenly appeared. それを突き止めるために今操作してるんじゃないの。そうだけど、伊達さんやイリスちゃんはこんなことを。なぜか右半身だけがまるで時空を超えてきたかのように。あの死体どこか別の世界から瞬間移動してきたんじゃないかって。半分が異次元空間みたいなところに飲み込まれて、それで体が真っ二つに。 That's the brain tumor talking。 もしかして信じてるの。いや、そういうわけじゃないけどさ、ただなんとなく気になって。 What should I do to relax? Hot yoga。 I heard it's hotty, not good for relaxation-y。 I'm making this thing braver and braver。Let's organize the information we have. 整理するって言っても、今のところ役に立つそうな情報は何も得られてないのよね。Yeah. 強いて言うなら、QR コードのリンク先にあったビューキューブの動画。ああ、長ったらしくてめんどくさいから、以降は QR 動画って呼ぶことにするわね。その QR 動画のことがほんの少しだけ分かったぐらいで。お、知らない？半年ぐらい前だったかな。あれと似たような動画が拡散してネット中で話題になったんだ。 We should watch it。 巷にてバッツ490と呼ばれているあの面用な動画のことでしょ。バッツ490には難解な暗号が隠されてて、その暗号はある特定の地点を示してたみたいで、そこを訪れた人たちが謎の失踪を遂げている。世界の秘密を知った、そんな言葉を残して。 We should watch it. We haven't seen it yet. ねえタマ、バッツ490のデータネットのどこかに残ってないの。調べてみたわ。これよ。A lot of bats andstreet lamps, the vaporwave aesthetic. Some looping stuff going on. Whoa! Rip me, burn me. Yo, that's really freaky. I'm pretty sure this one you could find on YouTube as well.But I guess we'll just watch it here. Ooh. Nani ga nanda ka sappari da ne. Angou ga kakusarete ru tte hanashi datta kedo, sore ga doko ni aru no ka sae wakaranakatta wa. That's coming from an AI. Where did Bats 490 come from? QR douga to onashi. Saishu wa BeamCube jou ni appu sarete.そこから拡散したみたい。 I know they mentioned that the video was deleted already by the original uploader, but come on, as the police, we should be able to get some records on who uploaded it, where did they upload it, when it was uploaded. アカウントの登録者は不明よ。とにかく現状での手がかりはバッツ490それしかない。 We didn't have a reaction to the video this time. その謎を紐解いていけば QR 動画につながるかも。リュウキ、電話よ。瑞希から。瑞希ちゃんから。繋ぐわね。ああ、リュウキさん、ボスから番号を聞いてかけたんだけど。どうしたの？バッツ
S490 について一つ思い出したことがあって、 Just in time。 もしかしたら何かの手がかりになるんじゃないかと。思い出したことって？実はね、私の学校の同じクラスに解いた子がいるの。バッツ490の暗号を。え？名前はエンダ・ショーマ。お？何か知ってるかもしれないから会ってみたら。コメディアンさん。それじゃあね。エンダって確か。アンデス・コメジノ。Now we find out. Does that kid also have a square head?He's normal! ショーマ君、昨夜の事件のことは知ってるよね。看板に記されていた QR コード、そのリンク先には動画があった。僕らは QR 動画って呼んでるんだけど、その動画のことで話を聞きに来たんだ。いくつか質問させてもらってもいいかな。 Feel like we can make some guesses aboutHis family already, just by how unresponsive he is. We know he's a single parent family, just the father. The father got the custody. His mom ran away. 日本神話に登場する女神、雨の娘の巫女の絵ね。芸事や笑いの神様らしいわ。雨の娘。タマの笑いの沸点ってヘリウム並みに低いよね。It's good. Laughing is good. It's a lucky laugh game. The face parts are all out of order. コメジさんが描いた鹿な。向かなくたっていいじゃないか。インゲンだものって書いてある。え、これ感動するやつなの？たま。Family altar. Oh.Of who? The mom ran away, right? 上についてるの、なんだろう。土器みたいに見えるわね。何かの装置かしら。It's pretty old style home. Compared to like Iris's home and Hitomi's home, like it was more modern. Greenery in a garden can be seen out the window. I feel like they've increased some of the graphical fidelity and stuff. It largely looks the same, but the lighting looks really nice andEarlier, the Ferris wheel scene was dynamic and all that. Squeaky toy hammer, a folding fan. Can we not find the answer on the internet? Did nobody put it on the internet? Niwa Rinpa, ne? Niwa Rinpa? So you character, yo? Chicken Niwatori.Niwa Rinpa? Is that probably a reference to Funa Rinpa from Zero Escape? Probably. A closet. Where's your dad? Is that a puppet for the quiz show? 古いものね。クイズ王の記念品みたい。Is he often not home? He's not around here. Okay, so the kid has a normal face. What's wrong with his dad?Is it a mask he's wearing? I don't even know. That's the only answer to the... Okay. It's the answer button for the quiz. It's a machine part. It's Shoma. He's working on something in silence. What are you making? 何を作ってるの？もしかして爆弾だったり？ He got upset at that. About your father.念のため確認するけど、君の父親はアンデス・コメジさん、本名エンダ・ヨネハルさんってことで間違いないね。あば、ミズキ。ミズキちゃんと同じ小学校なんだって。実は彼女から君のことを聞いて。 Didn't Komeji say something about him being in middle school? Or he's just gonna go to middle school soon? 12, 13?About the BATS 490 code. BATS 490って動画のことを知ってるよね。Wait, if he solved it, did he not go to the place in the code? Cause we know that everyone who went there disappeared, and he's not disappeared. QR 動画とその動画には何か関係があるような気がするんだ。君、BATS 490の暗号解いたんだろ。
それはある地点を示していた。違うかな。完全にガン虫ね。ヘッドホンつけてるからかな。いえ、それはないわ。音が出てないから。きっと心の低層帯にがっちりと鍵がかかっちゃってるのよ。どんな例えだよ。その鍵を開けない限り彼の喉は拝めそうもないわ。 Oh my god。 翻訳すると、心の扉を開かない限り彼は何も喋らないだろうってことだね。この部屋のどこかに鍵があるかも。まずはそれを探しましょう。心の扉を開くための鍵か。 Bust his brain open with a sink。 話しかけても無駄だと思うわ。その前に低層帯の鍵を探さないと。 Stop putting it like that。 ピンポーン。はい、しょうまくん、答えをどうぞ。 He probably hates it。 What about the mom?神様、どうかお助けを。自力で何とかしなさいよ。一緒にテレビでも見ようか。 I would say it's probably the weird plush in the back。 かっこいいよね、そのロボット。お？なんだろう、あれ。 Oh, whatever he's fixing。 ロボットみたいね。検索したけど、市販されてるものではなさそうよ。自作のロボットか。ねえ、しょうまくん、押し入れの中のロボット見せてくれないかな。え、なんで知ってるの？ He has such a cute voice。 ああ、それはその、コメジから聞いたことに。そう、コメジさんから聞いたんだ。父さんから？うんうん、分かったよ。それじゃあちょっとだけね。 Oh wow, that's gigantic. R, this cap says R。 それ君が作ったの？ロボタのこと？うん。一人で？そうだよ。秋葉にジャンクパーツのショップがあるんだけど、そこを回っていろいろと部品をかき集めて。このロボットを見ての通り、タイヤが一つしかついてないんだ。ジャイロで姿勢を制御してるんだよ。そこのところを調整するのが本当に難しくて。He wants to talk about stuff that he's passionate about. A robot. That's cute. And He's only an elementary schooler. Are all the elementary schoolers in this world special? Mizuki has superhuman strength. This kid has some engineering geniuses. Compliment like crazy. しかもこのフォルム、洗練されながらも遊び心を忘れない奇抜なデザイン。君がズバ抜けた美的センスの持ち主であることを如実に表している。ああ素晴らしい、なんて素晴らしいんだ。僕は今日この日のことを一生忘れない。人類史に残る天才に出会えたことを、僕は万物の創造主に感謝するよ。どうやら鍵は開いたみたいね。うん、そうだね。 Alright, let's talk, kid. What are you making? 今走り回ってるロボット、ロボットのパーツさ、ちょっと改良しようと思ってね。僕ぐらいの体重のものでも運べるようにしようかと。 Why? Do you want to go somewhere? What are those headphones for? 集中力を高めるためにつけてるんだ。だけど何も再生されてないんだよね。ノイズキャンセリング機能だけオンになってるんだよ。 About Mizuki? ただのクラスメートだよ。別に仲がいいってわけじゃないし、あんまり話したこともない。本当はもっと話したいとか。
何言ってるんだよ。そんなこと思ってるわけないだろ。ん？あんなに可愛いのに。可愛くなんかないよ、あんなブス。体温の上昇を確認。明らかに嘘をついてるわ。見なくてもわかるって。About your father. うん。エンデヨネハルは僕の父さんだよ。でもごめん、父さんのことはあまり話したくないんだ。どうして？どうしてってそれは。そんなことどうだっていいだろ。He's not gonna tell us everything on the first meeting. さてと。それじゃあそろそろ本題に。解いたよ。え？バッツ490の暗号。確かに僕は解いたんだ。どうやって？これから僕出かけなきゃいけなくて。だから手短に話すけど。わかった。それじゃあ答えだけを教えてくれ。動画の暗号はある地点を示していた。そうだね。うん。その場所は？ホラケンだよ。ホラドリ遺伝子研究所。Not a name we're familiar with? We're gonna go right now. 夕べの件はニュースで知りました。いやいや、それにしても前代未聞の怪事件ですな。私はこの研究所の所長をしているホラドリ一からと申します。年齢は60歳。去年還暦を迎えたみたいよ。 Well, 60 is a pretty normal age to not retire at yet. What rank do you like? Heavyweight. 90.72kg or higher. It's the heaviest, but it's no match for meOkay. Sure. Chikara means power. Bit of a loaded name already. Where on earth? Hey, this kind of reminds me of a place we saw in Virtue's Last Reward. Like one of those lab places. Although I guess all lab places sort of look like this. Ryuki, あの試験管の液体、飲んでみて。絶対嫌だよ。なんで？もしかしたら超人的な能力が発現するかも。その代わり緑色の巨大なマッチョになったらどうする？最高じゃない。 This time I like Marvel. It's a flask. Everything is color coordinated too. It's very like a pristine sterile kind of whiteBut the statues are a little bit out of place. すみません。あの像は一体？ああ、あれはここの研究理念の象徴です。話すと長くなりますから、またの機会に。It's a man holding a... Is that an oar or some kind of a staff? And with a snake wrapped around it. There's a mysterious statue inside the research institute for some reason.Okay, now we know it's important, because they won't tell me about it. Maybe Ryuki's wondering why I'm making him do all these stupid observations. Of course it's a door, do you not have eyes? It's a freaking door. Ah, give me that little green dot! Hold on, let me use a mouse. Come on! Oh, it's just a tube, gosh dang it, okay. Nope. Excuse me, get that out of there.なんかグロテスクな怪物が閉じ込められてそうなやつだね。グロテスクなものは割と好きよ。うん、知ってる。I was gonna say, I sort of guessed already. Pod is filled with dubious liquid. They're all differently colored. There's a monitor embedded in the pillar. Well, these guys look like astronauts. Researchers.Okay, well, thank you for entertaining me. Although I am the police, so you have to listen anyway. You're obliged to. It's Chikara, the director of the research institute. About this institute. ここでは主に
ゲノム編集による遺伝子治療について研究を行っています。ゲノム編集のことはご存知ですかな。 V 特異的ヌクレアーゼ、今主流になっているのはクリスパーキャス9と呼ばれる人工制限酵素なんだけど、それを用いて DNA の任意の塩基配列を切断、置換、結合する技術のことよ。 Could this be related to the whole molecular cutting thing? I didn't understand that at all. Me neither. 要するに DNA を書き換える技術のことですね。その通り。我々は去年パージと呼ばれる画期的なゲノム編集の手法を開発しました。これにより今まで治療が困難とされていた遺伝的な病、例えば重度の先天性心疾患なども治せるように。さらにそれだけではありません。パージを使えば理論上不老不死も可能に。 Oh no, they're trying to lead me down the rabbit hole again. Oh, you know, it's an immortal person getting cut in half and they were actually still alive, blah blah blah. Immortality? ああ、不死身の体になるという意味ではないですよ。外傷や毒物の摂取、ウイルスの感染等によって死ぬことはあるでしょう。ただ、寿命によって亡くなることはないという意味です。パージを使えば、それが可能に？ええ。全身の DNA を書き換えることで、体の老化を抑制し、永遠に若さを保ち続けることが。もっともまだ実験段階で証明されたわけではないですが、しかしいずれ近いうちに必ず実証されるはずです。 Well, that definitely sounds like it could be related to how we think the left half of the body died 9 hours ago, was it? But actually, maybe because we kept it semi-immortal. That's what we think that. But actually, it died like 6 years ago.人類が何千年も前から追い求めてきた究極の夢、それが間もなく実現する。どうです、素晴らしいと思いませんか。 I'll have a think about it. It's not necessarily all positive. About Jin. どういう人物かは知っていますが、会ったことはありません。彼に関する記事をネットで何度か読んだことがある程度です。彼は音楽配信会社の CEO、 私は遺伝子研究所の所長、何の接点もありませんよ。 That's what you want me to think, huh? Everybody is a suspect for now. Are you wearing Crocs? Those look dangerously like Crocs. What were you doing around 6 a.m. on the 9th? 震えの死亡推定時刻ね。自宅のベッドでぐっすり眠っていましたよ。老人の朝は早いと言いますが、私に関しては全くまだまだ若い証拠ですかな。You're only 60. どなたか証明できる人は。まさか私を疑ってるんですか。これも仕事なもので。ああ、このセリフ一度言ってみたかったんだよね。よかったわね、夢が叶って。私は今一人身でしてね、残念ながら家には誰も。ホラドリは6年前に離婚してるわ。子供は娘が1人、年齢は32歳。その娘とかつての妻は現在イタリアで暮らしてる。いずれにせよホラドリのアリバイを証明できる人間はいないってわけだ。そうなるわね。 OK sure, although I feel like whoever did it probably has an alibiSomehow. Some delayed killing or whatever. So I wouldn't take this too seriously one way or the other. About the QR video. Ah, news で言ってましたな。ただ、動画自体は放送されなかったので、見てはいません。では、バッツ490については。何ですか、それは。QR 動画と類似した動画のことです。さあ、聞いたこともありませんな。実はここに来たのはその動画についてお尋ねしようと思ったからなんです。動画には暗号が隠されていて、それがこの研究所を示していたとの情報が。一体何のことやらさっぱり。誰かが適当なことを言ったのでは。 But people came here and they went missing.
ねえ、リュウキ、ホラドリの様子、なんかおかしいと思わない？そうかな。あんた、ほんと鈍いわね。溶岩ピン抜きゲームの主人公並みの鈍さだわ。 Hey! I don't play mobile games. No?Mobile games can be fun most of the time, though. They take you to a page to try to force you to download a different game. It's kind of like advertising fraud. Oh my gosh, mobile games are like massive in Japan. Like, I think even more so than the rest of the world. It's very, very normalized. Thermo checking? Are you lying? This is... The temperature is high. Influenza? Can I take all the hair out?ホラドリは動揺してるってこと？多分ね。ユキ、確かめてみましょう。彼が隠し事をしてるかどうか。ウィンクシンクか。うん。やってみよう。Wink sync is a simplified version of syncing. You can analyze the brain waves of the sync subject and temporarily look into their dream. Here we go. Choose wink sync.Simplified version, because we don't have access to the machine back in the headquarters. It's like a JoJo stand. We have 6 seconds! こいつ… Wink Sync は通常の Sync の簡易版。でも、夢の中を見るってことに変わりはないわ。夢は本人の記憶によって構成されるもの。だから、知らないはずのものが出てくるはずはないんだ。つまり、ホラドリはバッツ490を知っている。さっき言ってたのは嘘だったんだ。 He dreamt about himself watching a video. ホラドリさん、署までご同行いただけないですか？ Now we have proof that we want to do a full sync. Wink sync is a simpler version of syncing. From the eyeball, me, a strong magnetic wave is shot out to the sync subjectThis temporarily numbs the subject's brain and puts their brain into a faux sleep state and induces a dream. By analyzing the faint brain waves emitted during this, we can see parts of the dream. It's not a clear image by any means. To investigate more thoroughly, a regular sync needs to be performed. A wink sync can only be performed once a day because of the high amount of power required. I would need to recharge before performing it again. Personally, I don't like it because of the power consumption. But it's necessary, and now we have a reason to take him back. どうして？もう少し詳しく話を伺わせていただきたいんです。無論断ることもできますが。わかりました、行きましょう。 Honestly, as the police here, a lot of people probably don't know their rights. We can just say, hey, come back with me, and they probably follow you.